吉沢亮もファンを公言する、広カも完結、10から30代男女、続編が読みたい完結漫画、トップ3。アニメでも大人気の堀越公平氏、原作漫画、僕のヒーローアカデミアが、8月5日発売の、週刊少年ジャンプ、集英社で最終回を迎え、完結した。広カは主人公の落ちこぼれ少年、緑合いづく、デク。 がヒーローになるまでを描いたヒーローアクション漫画で10年にわたって連載された人気作品。劇場版の僕のヒーローアカデミーザ・ムービー・ワールド・ヒーローズ・ミッションで声優を務めた吉沢亮ほか、おかずクラブのオカリナなどがファンであることを公言している。ファンにとって完結はちょっと寂しさも感じるもの。そこで今回は10から30代の男女100人に、 続編が読みたい完結漫画について聞いてみた。アンケートサイトボイスノート調べ。第3位8.0%は配イキュー。古建春一氏による配給は高校バレーボール部をテーマにした漫画で2012から2020年まで週刊少年ジャンプ集英社で連載。コミックスは全45巻発売され。 主人公の少年、日向翔陽を中心に仲間との友情や努力、バレーボールの試合を通して成長していく姿が描かれた。2022年4月25日発売の週刊少年ジャンプでは、2022年の主人公たちを描いた新作読み切りが掲載され、ファンを歓喜させた。好きなキャラがいるし、バレーボールというスポーツについて詳しく知ることができた良い漫画だったから。 14歳、女性、学生フリーター。主人公たちが成長していく様子に引き込まれた、17歳、女性、学生フリーター。中学生の時バレーボールをやっていたので、ハマった、15歳、女性、学生フリーター。大人になってからのチームも見たいから、26歳、女性、学生フリーター。他校とライバルではあるが、時には絆も感じられるのが良いし。 描写や話の流れも好きだった21歳女性コンピューター関連以外の技術職キャラクターが良いからまた見たい35歳女性総務人事事務第2位10.0%はスラムダンク井上武彦氏によるバスケットボール漫画スラムダンクは1990から1996年に週刊少年ジャンプで連載アニメ化もされ 2022年には映画、ザファーストスラムダンクとして26年ぶりに復活し、再注目された。スラムダンクは、バスケ初心者の桜木花道がバスケを通して成長していく姿や、バスケ部が全国制覇を目指す姿、ライバルのルカワカエデをはじめとした個性豊かなキャラクターたちも人気を集め、大ヒット。 国内におけるシリーズ累計発行部数は1億2000万部を突破している。キャラクターが魅力的で、ストーリー的にも続編があると思っていたから、38歳、女性主婦。バスケットがしたくなるし、好きなものがあるのは良いことだと思わせてくれる漫画だった。28歳、女性。原作が高校時代で終わだから、37歳、男性。 高校生の話だが、学年が変わった後や大人になってどうなったのかも気になる。37歳、女性。とても面白かったから、37歳、男性、営業、販売。キャラクターたちのその後が見たい。34歳、男性、そして第1位。19.0%は、鬼滅の刃後藤下子よ春氏によるアクションアドベンチャー漫画、鬼滅の刃は、 2016から2020年まで、週刊少年ジャンプ連載、アニメ、アニメ映画化され、大ヒットした。大正時代を舞台に、鬼に家族を斬殺された主人公の鎌戸炭治郎が、鬼に変えられた妹の根ズを人間に戻す方法を得るため、鬼殺隊の隊となって鬼と戦う姿を描くストーリー。鬼殺隊最高位の9人の剣士、敵の鬼まで、 個性豊かなキャラクターも人気を集め、単行本の累計発行部数は1億5000万部を突破という記録を残した。鬼との戦いに感動したから、18歳男性学生フリーター。一番好きな漫画で、キャラクターの個性や性格が作者によって操られているというよりも自立性を感じ、物語の気象点結もはっきりしていた、18歳女性学生フリーター。 騎士店のストーリーも面白いから32歳女性主婦。魅力的なキャラクターがたくさん出てくるから18歳女性学生フリーター。終わってしまって寂しいから35歳女性。スピンオフのような形でも良いから現代のキャラクターのストーリーが見たい35歳女性。